ながらビューティーエクササイズ、そして自慢するマキシさんです。今日はですね、横浜大飯店、私が大好きな中華街のお店があるんですけれども、そこから歩いて、そうですね、1分もかからないところにある男性専門パーマ&カットの店、カットセブンになぜかユッキーが来ております。本当にね、普通の、なんだろう、床屋さんに来ちゃった。だけど大丈夫なのかな。カットセブン、じゃあ中に入ってみたいと思います。行ってみましょう。こんにちは、よろしくお願いします。はい、どうされます？じゃあ、お約束の感じでお願いしていいですか？じゃあ、がっつりバリカンで短くしていきましょう。わかりました、よろしくお願いしますさあ、それでは早速よろしくお願いします。いやいやいや、ちょっと待って、はい、はい、これオープニングのためにお願いしたバリカンだったんで、本当は違うんですよね。はい、このままだと切られちゃうところでした。実は今日私はヘッドスパをしに来ました。ありがとうございます。ね、床屋さんでヘッドスパってちょっと面白いというか珍しいんじゃないかと思う。しかも 女性もいいんですよね。はい、そうですね。ね、はい、そのあたりをお話、まず自己紹介していただいてから聞きましょうか。自己紹介お願いします。はい、ヘアサロンカットセブンの佐藤と申します。よろしくお願いします。ヘッドスパの話なんですけど、そのヘッドスパっていうのはおそらく仰向けにして、はい、シャンプー台で、まあ、頭皮のクレンジングをしたりで蒸したりでシャンプーしたりして最後マッサージっていうパターンなんですけれど、まあ、当店がやってるのはドライヘッドスパと申しまして、はい、そもそもがその頭を洗ったりクレンジングをしたりしない、まあ、クレンジングをしすぎてしまうとまた頭皮の状態がよろしくないっていうこともありますので、でまた頭を揉むって意外と他のサロンではしないメニューだったりもするので、ほう、まあ、IT 関係でお疲れの方とか、まあ、眼精疲労の方たちとか、まあ、もしくはストレスとかですかね、そういった方たちにすごいお向けのメニューになってまして、まあ、男性でも女性でも利用ができるということで提供させていただいております。はい、これいつから始めたんですか？女性、もともとやってたんですか？女性じゃなくて男性向けに。もともと男性がメインのサロンですので、床屋さんですので、まあ、男性のお客さんが多かったんですけど、はい、まあ、いろんな方と知り合ううちに、まあ、女性の方もお顔剃りをしてみたいとか、頭が疲れてるけど揉んでくれるところが、体しか揉んでくれないところが多いと、あと、まあ、ドライヘッドスパだとヘッドスパと違って、もうすぐ揉むっていうことに特化してますんで、そういったところでも純粋に揉まれたい方が普通に揉まれに来るっていう形になりますかね。女性もじゃあいつぐらいから始めますか？ここ半年ぐらいですかね。あ、そうなんだ。じゃあ最近始めた、女性向けには始められて。そうですね、ただそれまではドライヘッドスパっていうかマッサージメニューとして入れてたので、まあ、改めてちゃんとドライヘッドスパかっていうので形を作って、女性のお客さん来るのはやっぱここ半年ですね。はい、美容師さんとか理容師さんってそのマッサージとか習うんです？そうですね、一応専門学校の中でもありますし、またそういった業種の中でそういうセミナーをやってる方もいらっしゃるので、あとはあれですね、お互いやっぱりやり方が近かったりするんで、お互いを揉んで揉まれてして、まあ、美味しい技術をこうお互いでこうトレースしながら取り込んでメニュー化していくっていうのは結構ありますかね。へえ、私ちゃんとヘッドスパやってもらうの初めてなんで、はい、はい、ちょっと楽しみです。じゃあバリカンをできるだけ使わない。いや、そうですね、使わないでください。はい、使わ、お願いしますよ。はい、お願いしますよ。大丈夫です。はい、はい、じゃあちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今から本当にやっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でこれでは倒して揉んでいきますので、はい、背中を少し倒していきますね。はい、失礼します。よかった、バリカン持ってないさすがに。はい、あ、こんな感じ。はい、そうですね、これから、はい、揉んでいきますので、はい、この角度で YouTube に出るのは何年やってかやってますけど初です。この角度。あ、そうなんですね。はい、こんなんで撮ったことなかった。はい、新しいアングルですね。はい、はい、では失礼します。はい、目隠しした後にバリカンを持ってたとしてももう YouTube のこの動画に撮ってますからバレますからねそう、大丈夫ですよ。これから炭酸スプレーで少し血行を良くしてそこから揉んでいきますね。はい、これ夏いいですね。そうですね、すごい冷たくって気持ちがいい。今私ちょっと暑いからちょうどいいけどこれすごい
シュワーっとしてます頭が。何もしなくても5分10分このシュワシュワ感続くと思います。いやなんかバチ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 って言ってる。まだバチバチ言ってる、はい、結構これずっと言ってます。ドライヘッドスパの方がこう気楽にできますよね、はい、そうですね。やっぱりあのヘッドスパになってしまうと髪の毛濡らすので、ね、最後乾かしたりセットしたりとかが多分めんどくさいと思うんですけれども、うん、あとはまあ先ほども言った通りクレンジングとかシャンプーの時間で結構ヘッドスパの時間が終わってしまうのが大半なんで、うん、そうしっかり揉んでもらいたいなっていうその一押しをドライヘッドスパであれば完全に今のように揉みから入っていくので。なるほど。頭皮は柔らかい方がなんかシワにもなりにくいって聞いたことがあります。はい、そう。でも実はね頭皮って皮じゃなくて、うん、あのここから後ろの方まで筋肉走ってるんですよ、うん、はいはいはい。なのでその皮膚が硬くなってるとかっていうのは実は筋肉のコリだったりするんですよね。へえ。それを、うん、そうほぐしていくっていうのがいいんだ。はい。目を開くときにおでこにシワができたりするじゃないですか、はいはい、あれも実はこの頭の筋肉でこう持ち上げてて、うん、本当に目を開くっていうのは目だけの力で開くんですよね。そうなんだ。いろいろ勉強になります。ありがとうございます。はい、だいぶ揉み上がりました。ありがとうございます。本人の体感としてはなんだろう、目の開きが全然なんかカッて開いたと分かりづらいと思うんですけどね。ここの色がね、私いつも茶色くってものすごくコンシーラーでこう隠してるんですけど、ここら辺の色がね色良くなったって言ったらいいですか、うん、と思うんですよね。なんか頭、本当に頭と耳とこの辺りお顔周りですね、はい、あのやっていただいたんですけど、どうですか、私をはどんな感じでしたか。頭の凝りがひどかったです。ひどかったです。でしかも頭だけじゃなくてなんか首の後ろあたりとか、ね、この辺とかひどかった気が。これはでも1回じゃなかなか。そうですね、定期的にやっぱり疲れ自体がこう常に溜まっていくので蓄積されていくからね、そのまま抜きに来るという感じで。そうですよね、わ、うん、かります。あとはこの状態で最後仕上げ。はい、そうですね、あの首から肩にかけてちょっと押していきますので、うん、はい、じゃあもうちょっとやっていただきます。大丈夫ですよ。はい、位置から抜いてもらって、はい、腕です。今いやね、痛い、何してるわけじゃない。見て これだけやってること見えます。なんか一箇所押さえて手首くるくるしてるだけなのに、ね、超痛いんですよ。痛い。なんでだ。手先を使う人ここら辺凝りやすいんですよね。痛い、地味に痛い。見て、この顔痛い。私の顔の方が面白い。ダメだ。これもね、地味に痛い。あ、もうひ、いや、親指の付け根やばい。やばいよ。痛い。出川哲郎みたいになってます。あ、本当。そうだった。忘れてた。出川さんになってた。痛い。やっぱ手品で手を使ってるっていうことでね。手も反射区があって、ここの真ん中は背骨に共通しているところがあるらしいですね。それはなんか気持ちいいです。うんだからやっぱり、うん、親指の付け根はやばかったです、はい、今。でもだいぶ楽になった感じするけど。あとは指の力を抜いててもらって、はい、これで毛先の、あの指先の血が通るっていう。ああ、なんかね体がねポカポカしてきた、はい、うん、真っ赤ですもんね、うん、肩はね大丈夫、でも揉み返してないんで。ちょっと右手をやってみましょう。だいぶ仕上げに近づいて、てもう本当にね、見て分かります。ちょっとね持ってね、くりくり手をこうくるくるしてもらってるだけなのにね、これが地味に痛いけど左よりはマシ、うん、でも詰まってるのは右なんですよ。そうなの。そう、硬くなってますもん。でもね痛い、やっぱり痛かったよ、痛いよ、でも気持ちいいよっていうね。おいてててって、あの何でしたっけ、今日ヘッドスパなんですけど、ヘッドスパからの腕までやってくれますからね、皆さんね。肩もやってくれます。痛いけど左より痛くないのはなんでだ。やっぱり右と左の使い方の差なんだと思います。そうなんだ、はい、利き腕とかもありますし、うん、あと職業柄の問題もありますしね、うん、どの仕事でどうしてるかっていうのやっぱりね、どっちかっていうと左利きなんで左の方が使ってると思うんですけど、まあでも痛い。これもきますよね。痛い、はい、出川さんになっちゃうけど痛いよ本当に。いやでも痛気持ちいいですからね、こう終わった後にこう流れていく感じ、血が、
そうですね、うん、それがもうなんか気持ちいいです。はい、はい、さあということで終わりました。初めてのヘッドスパがなぜか床屋さんでした、私の場合。でもね、あの頭だけじゃなくって腕までちゃんとほぐしてもらって、なんかしっかりほぐしてもらった感じなんですが、はい、まだほぐし足りないと。そうですね、あのなんならあの触りぐらいで終わったみたいなので、はい、ちょっと通わないとダメっぽいので、はい、また来ますね。よろしくお願いします、はい、今後ともよろしくお願いします。あのここにちゃんとリンク貼っとくんで、お、はい、ありがとうございます。住所と電話番号入れておきますので、はい、ぜひ皆さん来てください。女子も大歓迎。では今日はここまで、バイバーイ。